さんこんにちは。はい、山田です。本日はサウナは本当に体がいいのかというテーマでお話していきたいと思います。皆さんサウナは入っていますか？まあ、最近はドラマや専門誌、まあ、サウナ系 YouTuber などでサウナブームになっています。僕も個人的に好きでですね、まあ、数ヶ月に1回ぐらいサウナに入りますね。入るときって大体まあ体疲れてるときとか、まあ、ストレス解消したいなってときに入ったりしますし、まあ、あとはですね、僕はまあコロラドとか、寒い地方に行ったとき体の芯から冷えるんですよね。マイナスもう10度20度になったりとか、もうそのとき寒いんで体の中温めようということでサウナに入ったりします。ところで皆さん、サウナにはどんな効果があるか説明できますか？はい、気持ちがいいから入っている、まあ、周りが入ってるからなんとなく、入っている、そんな方もいらっしゃるのではないでしょうか。まあ、今日はサウナにはどんな効果があるのか、そしてスポーツ選手にとってサウナっていいのか、まあ、スポーツトレーナーの目線、知見からお話していきたいと思います。ぜひ最後まで見てもらって、今後のサウナの付き合い方のきっかけになってもらえばいいかなと思います。はい、それでは一般的にサウナがもたらすと言われている効果についてお話していきたいと思います。その前に大事な要素があるんですけども、交感神経と副交感神経についてお話していきます。急に専門用語が入ってきたんですけども、まあこの2つ何かって言ったらですね、交感神経っていうのはですね、体が怒ってたりもしくは緊張したい状態っていうのは交感神経です。まあ、いわゆるスポーツしている状態、勉強して集中している状態が交感神経ですね。で、副交感神経って逆にもうリラックスしている状態っていうのは副交感神経になります。人間というのはこのスイッチを切り替えにすることによって集中したリラックスしたりすることができるんですよね。これはぜひ1個覚えておいてください。温熱効果によって全身の血管が広がり、血流改善が良くなり、疲労改善につながるというふうに言われております。まあこれはその通りで、まあ温熱効果、まあ血管が広がることで血流が流れ良くなるということです。まあ例えばですね、お風呂に入ったりすることも同じような例に挙げれます。まあ、もしくはジョギングしたりして汗をかいたりすることが血管広がるということになります。サウナの入り方、まあ、サウナ8分か12分入って、そして水風呂に1分か2分、そして外気浴に8分か10分当たりましょうよっていうのがサウナの入り方です。それではどういうメカニズムに体に良い影響を与えているのかについてお話ししますまずはサウナ8分か12分入ることによって、まあ、発汗作用、そして血管拡張、それ心拍数上昇します。次に水風呂、まあ、1分か2分入ることによって血管がですね急速に収縮します。最後に外気浴10分、まあ、血液が体の末端部に届きやすくなり、まあ、血流が改善することによって疲労回復につながるというふうに言われております。これ重要なのは、先ほどちょっと冒頭で話した交感神経副交感神経っていう話になってくるんですが、はい、いわゆるサウナに入って暑くなりますよね。暑い場所に入ります。で、外から外部から熱の影響を与えることによって体が、まあ、心拍数上がることで交感神経優位になるんですね。で、交感神経が高まることで血圧も上がる、血流も上がるっていう風になります。で、寒いところで急に行って心臓上がったままなんですよね。しかし血管だけ縮まる状態によって外気浴に行くことによって体がリラックスになるんで、そこで初めて副交感神経優位になるんです。そうすることで初めて体の脳波から、あ、体がリラックスしたよっていう風な、まあ、指令が出てくるわけです。雑に言ったらですね、公共のインターバルトレーニング、まあ、いわゆるヒートですよね。公共インパートレーニングしてリカバリーするような状態に近い状態がサウナということです。何かというとですね、まあ、激しいトレーニングすることによって、まあ、心拍数上昇します。そして血流も上がる、体内の温度も上がります。それ終わることによって、リカバリーすることによって血管が収縮して体内の末端まで血流を送り出すことになって、体が回復する状態になるというふうに言われるので、まあ、サウナの状態っていうのは疑似的な、まあ、公共のインターバルトレーニングに近い状態というふうに言われています。つまり公共のトレーニングしなくてもいいことっていうわけじゃないんですよね。体の心臓に起こる状態っていうのが、まあ、サウナと公共のインターバルトレーニングほぼほぼ似てるんですが、まあ、トレーニングすることで、まあ、もちろん筋肉だったり、まあ、心拍機能だったり鍛えることができるので、実体験終わった後のリラックス感、満足感っていうのがサウナに近い状態ということです。疲労回復するなら高温のサウナ、はい、そしてストレス解消を目的にするならぬるめのサウナ、はい、これについて完全に同意ですね。まあ高温のサウナ、まあ、先ほど言ったように、まあ、激しめの高級インターバルトレーニングが高温のサウナに近い状態、そしてぬるめのサウナってどっちかというと軽めのジョギングっていうふうにイメージをしてください。
まあ、なぜじゃあ、まあ、高い温度のサウナじゃなくぬるめのサウナがいいかっていうところなんですけども、先ほど、まあ、話した交感神経副交感神経の話に戻ってくるんですけども、人間、まあ、僕ら我々人間の中で交感神経と副交感神経がいつもスイッチするんですよね。でただただ我々現代社会でストレス抱えていくと、その交感神経と副交感神経のスイッチの切り替えがすごい苦手になってしまうんですよね。なのでそのスイッチの切り替えが、まあ、得意な方っていったら高温のサウナでもストレス対策ができるので可能です。ただその苦手な方になってしまうと、例えばお風呂入って水風呂入って、じゃあ外気浴入りました、その外気浴の時にまだ交感神経いいようになって、まだずっと体にストレスが抱えている状態になってしまう可能性があるんですよね。でそうなってしまったら全然疲労回復、体は全然深くかかったままなので、それができない方、まあ軽く言ったら運動が苦手な方時間になると、あるぬるめのサウナ当たることって、まあ、体にかかる負荷も少なくなるので、交感神経副交感神経が切り替えがしやすくなるので、ちょっと心臓弱い方、もしくはちょっと体がリラックスできない方になると、ぬるめのサウナの方がおすすめです。なので眠りの浅い方、もしくは寝つきが悪い方などはですね、先ほど話した副交感神経交感神経 EU が切り替えが難しい方になってくるので、ぬるめのサウナがおすすめです。いかがでしたでしょうか。サウナではまあこのような影響を体に受けております。なので、まあ、運動が苦手な方ってのはサウナをおすすめしますし、まあ、運動する方もですね、まあ、今日は動きたくないな、体疲労溜まりすぎてんなと思ったらサウナをおすすめいたします。自由な体を手に入れるためにもサウナをうまく活用してみてはどうでしょうか。なぜかサウナに入りたくなってきたなと思う人はぜひ高評価お願いいたします。わからないことがありましたら質問をぜひコメントお願いいたします。それではまた次回の動画お楽しみに。チャオ。